そうですね、まあ、急にというか、どっちかというとギリギリに決まったので、準備というよりもその、まあ、イメージだけはとにかく膨らましてやってたんですけど、まあ、僕は初めてなので、とにかく行ってみてその体感することが多いでしょうし、まあ、初めてのことばっかりでその対応力をやっぱり問われると思うんですね。ですので、まあ、これだっていうのはあまり決めつけずに、とにかくその場その場でこう柔軟に対応できる心持ちを、まあ、とにかく持っていこうっていうふうには思ってます。妹はともかくとして、まあ、兄が一度行ってるので、そういう意味ではまあ話は聞いてたんですけども、まあ、今回またコースも違うので、そういう意味ではまあそのとにかく回ってみて、どういうその顔があるかっていうのを自分で肌で感じないと、まあ、身をもって感じないとわからないところはあると思うので、まあ、話を聞いててもまあどうかなっていうふうには思うんですけど、まあ、とにかくその本当イメージ力の勝負だと思うので、全英オープンは。そのイメージを、まあ、自分の持ってるイメージをしっかり向こうで出して、まあ、あまり背伸びをせずに自分の持ってるものだけで勝負してみたいですね。4大メジャーの中の一つですし、まあ、初めてのことでもありますし、まあ、意気込むというよりもどっちかというとその全体を見ながらこうゴルフをする感じだと思いますし、まあ、景色もしっかり楽しみながら行きたいなというふうにはありますけども、まあ、旅行にならないようにね、しっかり自分の中でいいものはしっかり持ち帰ってくるようにしたいですね。